まずはこの写真を見てください。今日は7歳の男の子がどうしてこの歯並びになったのかという原因をお話しして、そしてその後に一般的な矯正治療ですね、歯の矯正治療を行わずにどこまで歯並びが綺麗になったのか、衝撃のアフター写真をお見せしますので最後までご覧になってくださいね。皆さんこんにちは、くまみのスマイル MFT チャンネルへようこそ。今日は歯並びが、ね、今現在なんか悪いなとか、あと今後の歯並び悪くならないかなってね、気になるお子さんをお持ちの方は特に必見です。できるだけコストを抑えて、そして歯並びを良くする方法についてお話しします。はい、今日の目次です。1つ目、歯並びが悪くなる原因についてです。そうなんですよ、歯並びも悪くなるには必ず原因があります。で、ただその原因っていうのはね、お一人お一人違うので、今日は7歳の男の子がどうして歯並びが悪くなったのかっていうことについてお話します。2つ目、悪くなったことを治すには、どんな方法がね、あるかっていうのをお話しします。そして、もちろんね、原因が分かれば、治す方法っていうのが分かりますからね。3つ目、具体的にどんなことをしたのか、この男の子がどんなことをして、この歯並びが綺麗になったのかっていうことをお話しします。で、この7歳のね、男の子なんですけど、この男の子、実はね、下のね、唇を上の前歯でね、こうやって、ってこう、噛む癖があったんですね。それと、飲み込むときですね、食事するときに飲み込んだりするときに、こう、ベロをね、前に突き出して飲み込むっていう癖があったんです。で、日中もね、こうなんかこう、ギュッて噛んでるときにベロが歯と歯の間から出るっていうような癖があったんです。え？それだけ？って今思いましたよね。そうなんですよ。その癖で歯って簡単に動いてしまうんです。これは実はお子さんだけではなくって大人の人も一緒です。今大人の人はもうね、一回綺麗になった歯並び、まあちょっとこう今のね、大人になった歯並びの状態から絶対に崩れることないって思ってるかもしれないんですけど、実は大人の人も、まあ、こう、例えば頬杖ついてるとかね、横向いて寝てるとか、なんかこう癖ってあるじゃないですか。その癖で歯に力がかかった瞬間に歯っていうのは動いてしまうんですね。で、例えば外側からこうやって押されてたら、タタタタタってこう歯はね、内側に倒れていってしまうんです。ドキッ、ギク。自分の歯並び気になりましたよね。で、気になった方はね、まあ、今日はね、お子さんの話をしますけど、次回以降にね、また大人の歯並びがね、どうして悪くなるのか、そしてどうやったら予防できるかっていうのもね、次回以降の動画でお話ししていきますね。では話を戻して、私たちの歯並びって、実はこの唇とかほっぺたの力で、外側から内側に押す力と、そして内側は中にベロがありますよね。ベロで歯を外側に押す力、このバランスが取れたところにしか歯って絶対に並ばないんです。例えばベロのね、力の方が強すぎて唇の力が弱いと前歯はね、バタバタバタってお外にパーッと出ていってしまいますし、逆に唇の力がふって強い人っていうのは前歯をキューって押してきて内側にね、倒れてしまうんです。つまり、歯はバランスの取れたほっぺた、唇、そしてベロの中であれば、正しく歯は並ぶっていうことです。では皆さん、この子がしていたようなことを実際にちょっとやってみてもらっていいですか？このね、下の唇を上の前歯でこう、こうやって噛む。で、上の唇開けといてください。で、このまま、でちょっと力を入れると、どうです？下の唇で前歯をちょっとこう、うーんってこう、押してる感じしません？ね、それだけで歯って、ね、毎日毎日持続的にかかることで前歯をぽわーってお外に出ていってしまうってこと。さらに、この男の子は飲み込むときですね、飲み込む、唾とかをごっくんで飲み込むときにベロが、前にトゥットゥって出るんで、そのたんびに歯を押すわけですよね。そしたら、もうどうぞどうぞお外出てくださいみたいな感じになってしまいますよね。
それで歯がこの唇よりも外に出てしまってる、前歯がね出てしまった、噛み合わせになってしまったってことなんです。これは自分の間違った筋肉の力とか使い方が歯並びを悪くする矯正装置みたいな感じになってしまったんですね。今回この悪くなったことを今の時点でですよ、この時点で治す方法ですね、それには2つあります。1つは日中は MFT 口腔腱機能療法を行って、夜は夜間はね道具に頼る。そして2つ目、1日中道具に頼る。この2つです。1つ目は日中はご自身で MFT 口腔腱機能療法トレーニングを行って、そして自分の機能をでこう歯並びを良くしていく。で、夜は寝てる間無意識なんでね、トレーニングってすることできないですから、なので夜はこう装置に、道具ですよね、とかに頼る。こうすることで原因となるその癖とか、そして唇、ほっぺた、ベロの力を排除し、その結果歯は自然に動いて綺麗になります。で、この MFT 口腔筋機能療法についてこう初めて聞いたわとか、それって何なんっていうね、わからない方はですね、とか聞いてみたい方、私宇宙一わかりやすい MFT 口腔筋機能療法、ちょっと噛んだけど、はい、の動画でね、お話ししてますので、リンク貼っときますから、そちらを見てくださいね。二つ目の、一日中道具を使うっていうのは、よく見られるね、ワイヤーを使ったりとかする、一般的な歯の矯正のことを言います。では皆さん、この二つで、どちらがコストを抑えることができるか、大体わかりますよね。そう、一つ目です。具体的には、日中はベロを上に、上顎のところにつけて歯を触ったりしないようにして、そして唇を閉じて過ごす。あと、飲み込むときにね、この子はこうごっくんって、ベロを前に出して飲み込んでいたので、上顎にちゃんと正しくつけてこう飲み込むっていうね、練習を MFT トレーニングで行い、で、夜はトレーニングできないので、なので、こう、唇とか、そしてベロとか、ほっぺたとか、それを排除するような、こう、マウスピースのようなものですね。それをお口の中に入れて、で、それがもちろん飛び出さないようにっていう目的もあるんですが、でも、唇の力を使ってその装置っていうのは、効くので、なので、テープを1本ピッて貼って寝る。これだけです。ほぼ痛みもありません。これで原因を取り除けます。そうすると、原因を取り除いただけで、じゃーん！勝手に歯が正しい位置に動いてきて治ります。この間、なんと1年。めっちゃすごくないですか？こうなれば、歯を抜いたりとかね、ちょっと痛い思いして、そしてね、高額な矯正治療費を払って治療するっていうことをしなくて済みますよね。すなわちこれは、なったことを治す対症療法と、なった原因を治す原因治療の2つを行うので、なので、今後歯並びが悪くなるってなっていくっていうね、リスクを下げることができます。もちろん、トレーニングをしなかったり、できなかったり、あと、装置をね、こう入れて寝ることができなければ、もう固定式しかなくって、でもそうすると、やっぱり費用が、かさんでしまうんですよね。このお子さんのようにトレーニングをしたり、夜ね、装置を入れたりして頑張ってくれれば、将来大きな治療をしなくて済みます。たとえなったとしても、必要最小限の治療で済むことが多いです。大人の歯にね、全部が生え変わってからでも、いつからでもね、矯正っていうのはできるんですけれども、もうそうなったら 100% 矯正治療が必要になります。大きくなったら治るかなってね、もう皆さんおっしゃいます。その気持ちもわかる。気持ちもわかるんですが、でも、治るかなっていうので何もしないで待ってるよりも、今、ね、そのお子さんにできることをしてみて、それでも、矯正治療がね、必要であれば、する。必要なければ、しなくて済みますからね。将来、悪くなることが予想できれば、悪くならないように予防することができます。ということは、悪くならない
予防する価値って私絶対あると思うんです。今日は7歳の男の子ができるだけコストを抑えて歯並びが良くなるには、でいろんな方法の中からこの方法を選んでしてもらったことによって綺麗になったっていうお話をさせていただきました。次回は大人の歯並びが悪くなる原因や、それをね、悪くならないように予防する方法についてお話ししたいと思います。次回も